プロ野球のオールスターゲームの、プラスワン投票による出場選手が14日に発表された。セリーグでは、トレバー・バウアー投手が選出された。救援ならではの他球団選手との交流も、今まで本塁打を打たれたみんなに、どうして打てたんだと聞いて回りたい。楽しみにしています、と心待ちにした。かわいい。根っからのエンターテイナー、多分 NPB というか横浜が愛すぎている。バウアーからホームラン打った選手、阪神森下、巨人岡本、巨人大城、巨人門脇、広島西川、広島デビッドソン、中日細川、オリ頓宮、西武殿崎、西武平沼、ハム万波。GoPro つけて出場しそう。地上波でファックイ打たら受けるやろな。さおめでとう。一人ピッコロみたいな気をてらったやつがおったら反応見たかったんやけどな。みんな YouTube 見たいだけやろ。まだわからんけど今年度だけかもしれんし選ばれてよかったわ。トップロースえげつなくて草、アピールはするもんやね。なんか目が血走って問い詰めてきそうで怖いな。来年を見据えてソフトバンクの選手たちと仲良くしとかんと。正直この冗談を言えるくらいにバウアーの精神状態落ち着いてるのが良かったわ。5月途中のバウアーマジできつそうやったし。万波も打ってたしヒーローインタビュー見た感じやベースゲートか連呼するし面白そう。プロ初ホームランがサイヤング投手って一生思い出になるわ。MLB って人気投票クソ大事にして、オールスターは名誉になるからほんま嬉しそうやな。バウアーって中6で投げたら普通にエース級の投球できるんかな。中4やからそこそこ打たれてるけど。サンプル数少ないけど、中6より中4の時の方が立ち上がり落ち着いてるから、多分中4で回った方が良くなる。メジャーのリズム染みついてるから飽きすぎても良くないって話が本当っぽい。ピンチでギアチェン158キロかっこよすぎ、あれできるのエースでしょ。普段から全力してたら中4も単で、お前が聞かれる側定期。オールスター動画待っとるで。オールスター Vlog 30分じゃ足りねえよバワー。オールスターでも打たれたら笑う。結果的に一番美味しいとこを持っていったのはさすがや。ウッキウキのバワーおもろいな。エンタメをわかってるわ。